ようございます。大盆踊りは真田十万石の城下松代藩の祇園祭礼において催されてまいりました郷土の舞踊でございます。ちなみに松代町の祇園祭礼は江戸時代には非常なにぎわいを見せ、全国でも指折りの大祭としてその名を知られておりました。大盆踊りということですね。祇園祭礼の当日、松代藩真田家の殿様は町の中心にありました藩の役所御使者の桟敷において藩主の松氏等の余興を見物され入国騎乗の際に松代城大御門の前に設けました桟敷に着席され、この踊りはその御前で踊りましたので大盆踊りというようになったと伝えられております。踊りの起源はあまりつまびらかではありませんが、江戸時代初期慶長年間、徳川家康の六男松平公が松代城主だった時、徳川将軍家の男子出生を祝うために催されたものが始まりとされております。その後元和8年真田信彦が上田から表し以来、松代領真田十万石の千秋万歳をのこと本、千秋万歳の八坂をこと本とともに五穀豊穣を願う往年踊りの性質を持つ踊りとなりました。廃藩後はしばらく行われておりませんでしたが、大正10年松代開府300年祭を執行するにあたり復活し、現在に至っております。昭和44年には長野市の無形文化財第1号に指定されております。それでは大盆踊りご覧ください。Thank you.
した影に潮万世行くよを込めて柱を頼みます。
いまで。マイナス、マイナスかけてるでしょ。いくつ取ってない？ 7、マイナス7。マイナス3ぐらいし、3でさ、F の8でやってるんだけどさ。いいじゃん。あ、いい日、このくらいクラクション。ありがとうございます。さっき何俺よくさ、この久々に行くことは飲み込めないんだけど、このメディアをアップを持ってくるってことだ。マイクの山本のマイク、皆さん、声変えな。オートバックス前にあるの、あの、草木やなクリーニングやと。Oh!
シャキシが耳深いうにゃーくられてた